はい、どうもこんにちは、カジマックです。 Amazon ファッションバレンタインタイムセール祭り始まりました。開催期間は2月13日日曜日23時59分まで。あれ、バレンタインデー前に終わっちゃうのって思ったんですけど、僕はとりあえず毎度のことながらファッションもバレンタインも関係ないもの、ただ単純にポイントアップキャンペーン、これ狙いで今回も買い物しました。で、今回のファッションバレンタインタイムセール祭り、エントリーすることで最大 10% 還元のポイントアップキャンペーン。なんでまずはとにかくエントリー。お買い物の予定なくてもとりあえずエントリー済ませておきましょう。で、エントリーが済んだらあとはお買い物。1万円以上のお買い上げでプライム会員なら 2%、 Amazon ショッピングアプリでの購入で 1%、 Amazon マスターカードの購入で最大 3%、 合計 6%。 これに加えて今回ファッションアイテムの購入ならさらに 4% ポイントアップされます。なんで特に今回ファッションアイテムが欲しい方、まとめて購入しておくとかなり大きなポイントアップキャンペーンになります。このあたりとにかくまずエントリー、そのエントリー情報も含めて説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは始めていきます。2022年2月、 Amazon ファッションバレンタインタイムセール祭り、カジマックが買ったもの全部ご紹介スタート。はい、今お話しした通り、今回も僕ファッションでもバレンタインでもないもの、そういったものを購入したんで、それをご紹介するだけの動画です。とりあえずサクッと1万円超えたんで全部お話ししていきたいと思います。で、まずはこれ、車関係のグッズ、カーメイト車用黒樹脂復活剤、プレミアムコートコーティング剤、6ヶ月耐久劣化防止、はい、こういうもの、これを購入しました。もちろんこれハスラーちゃんに使ってみたくて、今回こういうものを購入しました。付属のスポンジにつけて液を均一に塗り伸ばして、付属のクロスで拭き上げる、それで完成とのことで、これ1回分で使い切らないと固まっちゃうそうなんで、気候が熱くなって乾燥が早まる前に今回やってみようと思って買ってみました。また届いたら試してみたいと思います。で、次、これもある意味車関係。いや、もう最近ハスラーちゃんグッズ買うことが多いんで飽きてきてる方すいません。でもね、また近々カジマとハスラーも更新していきます。で、これはソフト99の脱脂剤、シリコンオフのチビ缶、こういうものを買いました。接着面なんかの脱脂用に、あんまり大きいものは必要ないかなって思ったんで、この小さいものを買ってみました。で、次、エレコムのテレビ用クリーナークロス、静電気抑制タイプのもの、はい、これも実はハスラー用に買いました。いや、車の中って結構ホコリ多いですよね。なんで今回ただのクロスではなくて、静電気抑制タイプのもの、あえてテレビ用の大きめのクロス、これをハスラー用に買いました。これで少しでもホコリ軽減されると嬉しいんですけど、ちょっと試してみたいと思ってます。で、次、これはもう有名なんで皆さん結構ご存知かと思います。次世代スマホコーティング、スマホ守るくん、これなんと高度 QH を誇る強化ガラス液晶保護フィルム、要は塗る保護フィルム、はい、これこういうものは僕はあまり正直信頼してなかったんですけど、結構評判良かったんで一回試してみようと思って今さら購入しました。でもね、これの使い道、なんとこれもハスラちゃん、はい、そう、ハスラちゃんのインパネ周りやピアノブラックの部分、こういうところにこれを塗っておくとかなり保護力が高くなって擦り傷もつきにくくなるらしい、そういう噂を聞いて今回このスマホ守るくん、スマホ用にではなくてハスラー用に買ってみました。はい、これはまたできれば動画にしたいと思ってます。で、次、最後に購入したのがドーン、はい、アップルマジックトラックパッド、これをようやく購入しました。はい、実はこれ Mac mini を購入した時、動画編集に使うならマジックトラックパッド買った方がいいですよっていう、そういうアドバイスいくつかいただいたんですけど、僕は少し前にこれツアーボックスネオ、こういう動画編集に特化した専用のコントローラー買ってたんで、ちょっとマジックトラックパッドは見送ってました。ただこのツアーボックスネオ、実は僕にはあんまり合ってなくて、うまく使えなかったとも言えるんですけど、ちょっと操作時のレスポンス、それが気になって、実はあまり使ってませんでした。なんでもう使わないとなると、一旦売却して、今回マジックトラックパッドと入れ替えしたっていう、そういう感じになります。ただこのツアーボックスネオ、実は近々新型発売予定で、Bluetooth 搭載、無線化されます。はい、で、いくつかボタン類のリニューアルや結
構新しくなった部分も多いんで、そのあたりも実はちょっと気になってます。もしかしてレスポンス向上していれば使い勝手良くなってる可能性もあるんで、いや悩ましいんですけど、とりあえず今回はこちら、アップルマジックトラックパッド、これを購入しました。はい、お分かりの方も多いかと思いますけど、こういった YouTube 動画、まだまだ僕は iPad mini 第5世代の iMovie 使ってるんですけど、ある意味それが壊れたらたちまち動画作れなくなるんで、そのある意味予備機として M1 Mac mini を使ってるんですけど、とりあえずこのマジックトラックパッドが届いたら動画編集どれだけ快適になるかちょっと試してみたいと思ってます。はい、結局やっぱりファッションでもバレンタインでもないもの、今回購入した5点、その合計金額は 17,051 円。いや、ほとんどがマジックトラックパッドですけど、今回このポイントアップキャンペーンで僕の場合は 6%、 1023円分のポイントゲット予定。はい、もしも近々買う予定のもの、欲しいものリストに溜まってるなら、こういった機会に購入するのもありかと思います。一応今回買ったものを説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。で、今回の僕みたいに値引きの少ないアップル製品、特にアクセサリー品なんかは Amazon でこういう機会に購入すると割引とポイントアップキャンペーンダブルでちょっとお安く買えたりします。こういった機会にアップル製品購入するのもありかと思います。それでは明日明後日とこの3連休 Amazon ファッションバレンタインタイムセール祭り3日間あるんで、もしも気になるもの、ファッションでもバレンタインでもないものであっても 6% 還元、ファッション関連は 10%とも還元あるんで、この機会に買いたいものあったら一度チェックしてみてください。はい、今回全然ファッションでもバレンタインでもないけど、タイムセール祭りのポイントアップキャンペーンで欲しいものゲットしましたっていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。